健康食品健康用品による体質判定1運動をした後やお風呂に入ったりして汗をかくと水が飲みたくなりますまたお腹が空いたらご飯を食べたくなります夜も更けてあくびが出る頃には眠たくなってきますこれらみんなごく自然の働きだということは説明を聞かなくても本能的に理解できますところが 昨今の科学万能主義が人間らしさをかすめ取る時代においては当たり前のこと自然の摂理も科学の言葉で理解できないものは度外視したり別視する風潮が強いように思いますもともと食品というものは体を作るため体を動かすため生命活動を維持するため全て必要有益でなければいけないはずですところがこの頃は 体のためより満足感、ファッション性、利便性、機能性を優先し、口先においしければよい、レイレイ博士、レイレイ先生の推薦するものだから体にいいはずだといった表面的な発想、押し付けを、いとも簡単に容認してしまう。科学の力は、素晴らしいものである反面、人間を惑わす恐ろしい魔力をはらんでいるのです。食品で言えば、 保存性や見栄えを良くするために化学薬品食品添加物を何種類も使ったり食品の製造コストを抑えるために機械を大型化して人手をかけない即席食品が正しい食べ物のように思われているのですこのような食品を食べ慣れていると味覚も感覚も狂ってきて今の自分に必要なものが何であるかが分からなくなってくるのです 人間の感覚というものは何も取ってつけたような科学の説明などいらないのです健康に有用な食品群で言うならば余分な添加物を加えない純粋な食品は必要不必要が味覚で確認できますその人の味覚が正常でなかったり思考的な違いからばらつきはあるものの基本的には体質に合っている場合は 美味しい抵抗がないものですし合わない場合はおいしくない抵抗が強いと感じるはずです健康食品健康用品による体質判定は自分の感覚を大事にして先入観を捨てていってください長谷部式健康会は健康は自分の努力でお趣旨とし健康推進運動に賛同される方による会員制で運営を行っています 入会費3000円で、どなたでも一般会員になれます。健康食品などの多くは、会の委託加工によるもので、大気汚染、土壌汚染、農薬などによる汚染のない天然物を使う、不必要な保存量、着色料などは無添加とすることが条件となっています。ですから、希少でもあり、作る側からすると非効率的でもあり、また、 長く保存できないなどのデメリットばかりです。しかしながら、それが健康のためには一番なのですから、効率が悪くてもこれからも続けていきたいと思います。真の健康を求める人たちに入会をお勧めします。入会時に体質の適合相談や体質に合わせた引用表をお渡しし、健康の幹作りから入ります。入会の案内が。 末に記載してありますのでご覧ください。ここに記載してある健康食品、健康用品は体質判定や排毒を促すために補助的に用いるもので、それ単体で病気を治そうとするものではありません。病気は表面だけを見ていてもダメです。病気になった原因、つまり病気の根を立たなければ、一時良くなったかのように思えても、また、 いずれ、どこかに、病気の芽が吹き出すことになります。時折、がんに効くものはないかとか、どれぐらいで治るかなどと質問されることがあります。私の依頼は、決まって、がんに対する特効薬や、万病を治す飛躍などは、この世には存在しません。もしあるのなら、病人もいなければ医者もいらない、バラ色の世界に、とっくになっているはずです。 肝心なのは、あなたが病気になった原因を取り除くこと。病気が住みつけない体を作ることです。そのためには、自分が今、どのような体質になっているのかを知り、体質の傾きをなくすことです。人間は、口から取り入れる食物と、呼吸によって得られる酸素で体を動かし、運動によって筋肉や骨格を強くしているのです。 食事を改善し、皮膚呼吸を良好な状態にして、体内の毒素を出す、適度な運動によって体を強くする。いずれもあなたが実行しなければいけません。私が代わりにしてあげれることは何もない。私たちは、どうすれば健康になれるかを教えているだけです。結果的に病気が消えてなくなることもあるでしょうし、病気そのものはなくならなくても、 普通人と大差なく健康な生活を過ごせるようにもなるそれに向かって努力するだけだと思いますよ自分の意志で自分の実行力で健康になるそのための判断材料として健康食品健康用品を用いてほしいのです